総運峡大箱総運峡は、北海道上川町にある峡谷である。大雪山国立公園に位置し、石狩川を挟み、約24キロメートルの断崖絶壁が続く。大雪山黒岳山麓にある総運峡温泉は、大型ホテルなどが立ち並ぶ北海道有数の規模を誇る温泉街で、総運峡及び大雪山観光の中心地となっている。 1921年に訪れた大町慶月が命名した。なお、渓谷入り口にはアイヌ語でソウンペと呼ばれる倉庫も別側があり、この音から発想し、地を当てたものと考えられている。ソウン郷の峡谷美が最も素晴らしい場所である。約3万年前の大雪山の噴火により堆積した溶血業海岸が、 石狩川によって侵食されたことにより形成された高さ200メートル前後の中上雪理の断崖を間近に見ることができる。石狩川砂岩の断崖に並んでかかる2本の滝。流星の滝は落差90メートル、標高1000メートル、直爆。銀河の滝は落差104メートル、分岐爆。 流星の滝は高さのある旧果てを太い一本の線となって流れ落ちる力強さから、尾滝とも呼ばれ、銀河の滝は末広がりになって、白糸を垂らしたような流進を持つ優雅さから、目滝と呼ばれている。この二つの滝が仲良く寄り添って落ちていることから、夫婦滝の別名もある。この二つの滝は、流星、銀河の滝として、日本の滝百選にも選定されている。 国道39号銀河トンネル入り口横から、旧道に入ったところに駐車場が整備されており、二つの滝を間近に眺めることができる。また、駐車場から背後の斜面を20分ほど登ったところには、相場下りの展望台があり、流れ落ちる二つの滝を同時に眺めることができる。総運橋にはこの他にも、白蛇の滝、岩間の滝等大小様々な滝がある。 標高1984メートル、総運橋温泉の温泉街から大雪山総運橋を黒岳ロープウェイトリフトを乗り継いで7号目まで行け、そこから頂上までは1時間ほどで登ることができる。手軽に登ることができるが、毎年7月まで残雪があり、9月には初雪を迎えるため、相応の装備が必要である。国道39号を総運橋温泉から、 赤北峠方面に向かうと、長さ3388メートルの銀河トンネルがある。もともと国道39号は、総雲橋の渓谷に沿った断崖絶壁の直下を通過しており、石狩川を挟んでそびえ立つ、中上節理の巨大な岩盤、甘際や流星の滝、銀河の滝、さらに巨大な岩壁が目と鼻の先に迫る、神。 作壁などのダイナミックな光景を見ながら通過することができていた。しかしその反面、切り立った断崖の真下を通過することから落石事故の危険性も高い区間となっていた。このため安全を確保するため特に落石の危険性が高いとされた神、作壁の区間をトンネルで迂回することとし、1979年に小箱トンネルが建設された。しかし、 その後も落石は頻発し、1987年6月9日、早朝、天城岩の一部が1万千立方メートルに及ぶ大規模な崩落を起こした。石狩川を完全に埋め尽くし、対岸の国道39号を走っていたトラック等の車両5台とサイクリングの集団を直撃し、約100メートルにわたって国道をも埋め尽くした。人的被害は、 岩盤の直撃を受けた3名が死亡、重軽傷者が6名という大惨事であった。この事故は、総運強小箱山際崩落災害と呼ばれている。なお、崩落の原因は、中上設理の岩盤が設理面の風化によって、崩壊したものと考えられている。この災害以後、復旧までの間、国道39号は、当該区間が通行止めとなり、利用者は、 円軽周りの大きな迂回を強いられた。この災害を受け、危険箇所をトンネルで全面的に迂回することとなり、銀河、流星の滝の朝日川よりの地点から、新しいトンネルを掘削し小箱トンネル内部に接続する形で、合計3388メートルの長大トンネルが建設された。新トンネルは銀河の滝の名にちなみ銀河トンネルと命名され、 1995年10月に共用開始された。旧道は旭川側から流星、銀河の滝までの区間が観光利用のため残され、その先もサイクリングロードを兼ねた小箱遊歩道として活用されることとなったが、その後も落石が頻発したことから、後に流星、銀河の滝から先は完全に閉鎖され、自転車、 歩行者を含め一切の通行が禁止され今に至る。流星、銀河の滝に関するカテゴリー。ありがとうございます。